こんにちは、あゆみです。今仕事から帰ってきた来てご飯を食べたとこなんですけど、今日はちょっと前から気になってたこのキッチンのこの調味料のところがこういう風にいつもなってしまうので、ここに100均で買ってきたこのワイヤーネットを使ってちょっとこう楽を作りたいなと思ってますので、ちょっと頑張ってみます。なんでまずちょっとこういう全部一回こっから物をどかしたいと思います、ね、まずねこのラックをつける前にここがなんかすっごい汚いから、一回ちょっとまず掃除したいなと思って、なんかね調味料がね多いんですよね。なんかこういうね、なんかすっごいこのちっちゃい調味料とかすっごい多くて、なんかこれでいろいろ料理するときにすぐ使っちゃうんだけど、よし一旦全部どかします。これとかね使ってないから、もうこれはちょっとこっちで、このラックはちょっともう古いし、一回さよならしたいと思います。やば。普段ここ掃除しないからめっちゃ汚い。いろんなものが、ちょっとあれがいる。クレンザーがないと汚れが落ちないぐらい。汚れがすごいです。でこれちょっとなんか料理のレシピがここに貼ってあるんでしょう。これも一旦取ります。とりあえずお掃除からスタート。なんかやっぱステンレスってなんか汚れがつくとすっごい取りにくいっすよね。本当はこういう白いのがいいんだけど、ステンレスだったんですよね。実はこのマンションに、アパートか、このアパートに住み始めて、もうすぐ丸4年になるから、今年の夏に更新なんですよね。だから、どうしよう、新しいとこに引っ越そうかなってちょっと思わなくもないんですけど、でも引っ越しってやっぱりお金もかかるし、何かと面倒じゃないですか。だから、とりあえず、やっぱここにまだいようかなと思ってるんですけど、ね、結構やっぱりもうだんだんアパートも古くなってきてるからね、いろんなところにちょっとずつボロが出てる感じですよね。はい、そんなこと言ってたら綺麗になりました。でちょっと一回この突っ張り棒を出して、どんな感じにセットをしたいかっていうのをイメージ立ててから、これのセットをしたいと思います。一応こう行こうかなって思ってます。あ、こうだよね。 OK、 じゃあこれでちょっとここを固定したいと思います。ではこのワイヤーネットを組み立てていきたいと思います。一応今日買ったもんなんですけど、このちょっと大きめのワイヤーネット1つで、引っ張り棒2つ、あとこのカゴ6個で、あとこの結束バンドです。この結束バンドでワイヤーネットと突っ張り棒を固定していきたいと思います。なんで結局いくら使ってます？ 1,2,3,4,5,6,7,800円、800円プラス消費税で材料が全部揃ってます。じゃあつけていこう。この太い方を私は下にしたいから、ここだよね、太い方を。もしこのぐらいかな。
全部しっかりつけれたので、ここを切っていきたいと思います。ハサミ、こんな感じで一旦できました。では早速セットしていきたいと思います。これはね、もしかしたら私あれだな、逆につけた方が良かったのかな、これがビヨンと落ちてこないかな。まあいっか、とりあえずつきました。こんな感じでつけていきたいので、先にこの調味料を入れていきましょうかね。一番よく使う塩コショウはちょっと高めのバスケットを買ってきました。なぜならこれがねバタンバタンっていつも倒れるから。で、それにいつもよく使うイタリアンシーズニング、ちょうど3つがぴったり、これ使いやすいように手前に置きます。で、もう一個またよく使うであろう調味料をここに入れよう。こっちの方が使いやすいか、ちょっと場所考えて。で、めっちゃちっちゃいやつを全部ここに入れたいと思います。ちっちゃい調味料たち。で、もう一個あるので、もう一個にはちょっと形が不揃いのものを入れていきます。 OK、 全部カゴに収まりました。どうしようかな、これここかな。で、これが取れないとちょっと上の方がいい。できました。これでこのいつもガタガタなってた塩コショウもちゃんとここに入って、でちょっとよく使うスパイスは手元にあって、ちょっとシナモンとか取り出しにくかったのここに来て、全部こう取り出しやすいし、いいんじゃないでしょうか。これでうちのキッチンが若干片付きました。で、オリーブオイルはここにいつもの場所に置きたいと思います。一旦こんな感じでちょっと使いやすさを試しつつ、もしかしたらこのネットが、もう一枚つけて、これ2個全部全面につけてもいいかなってちょっと考えたりもしてます。でも、とりあえず一回これで使ってみたいと思います。では、今日もご視聴いただきありがとうございました。またちょっとね、これ使い勝手がどんな感じかっていうのも随時アップデートしていきたいと思います。またいろいろ動画アップするので、チャンネル登録もよろしくお願いします。またねー。